はいどうもケンキャンです。ついにですねこちら8ヶ月間かけて作り上げたクイックデリバリーキャンピングカーで初の車中泊旅を行ってきました。まあ、その後日になるんですけど もうめちゃくちゃいろいろなキャンピングカーを、まあ、見たりレビューしたり乗ったりっていうことをしてきたんで、もう自分に合った車を作れただろうっていうことで旅に出たんですけど、もうなんとなんとね、やっぱり使いにくいとこあるね。あるね。うん、やっぱ使ってみないとわからないっていうのもあるし、やっぱりその軽キャンだったからさ、主に使い込んでたものがこのクラスだとやっぱまた違うんですよ。特になんだろう、調理器具とか食器かな、そのあたりがねちょっと難しくて、なんか大きいがゆえにちょっと欲張っちゃうんだよねということでですね、今回は旅の終わりの、まあ、ちょっとその修正したいなっていう部分がいっぱい出てきたので、そこの DIY をね山上さんと一緒にやっていこうと思います。そして今回ねもう全体的に一応不満はあったんだよね。うん、不満はあったんだけど全部一気には DIY できないので、今日やっていく DIY としてはこのキッチン、ここを重点的に改造していきます。もう本当にね、なんでこんなに作っちゃったんだろうみたいなとこあるね。でも使ってみないと分かんないよね。まあね、だから結局さ、うん、乗って作った車じゃないとなかなか難しいね。うん、じゃあ最初の気に入らないポイントを発表します。スパイスラックです。はい、これがね本当に使いにくい。いやスパイス1個も入れてないんだけどね。確かに何も入ってない。そもそもスパイス入れてないのに使いにくいってどういうことよって話なんだけど、うん、まあバーの位置が高いよね。まずね、そもそもね高すぎて、あの例えばだけどマグを入れたかったんですよ。こういうねベアボーンズのマグとかがあるんで入れてみたかったんだよね。しょもう入らない。いや高すぎて、まあ、ちょっと背の低いやつだったら見栄えも良くないし、だからもうミシミシって折れちゃったんだよね多分中の芯が。加えてですねこちらペーパーホルダーですよ。このペーパーホルダーは、まあ、右からこう補充できるようにっていうんでここにつけました。本当はねこっち側につけたかったんだけど、もうそういう問題じゃなかったね。うん、まあ、ちょっと実演するとね、あまあ終わっちゃったけどこうなっちゃうのよ。運転してこう現地着きました、でシェルにパッて入るともうこうなってる。うん、ディーゼル車なのまで振動もすごいんだろうね。うん、もう徐々に徐々にこう全部降りてて降りないことがない。まあ、この僕が買ったこいつの場合はっていうことですね。でもどっちみちもう一個あってさ、やっぱりロールって両手必要なんだよね。うん、こうやって押さえるちぎるんで、まあ、そこも料理して使いにくかったかな。結局はあのバロッコみたいにバッと取れる。あれはいいよね。楽だよね、うん、その方がね。ということでですね、まずはこの一角をね DIY していきます。木とかを買ってきてますんで、はい、ちょっといろいろ使っていこうかなと。まあスパイスとかもこんなにないし多分使わないし、うん、一体型にしたいななんていうふうに考えてます。おい、今採寸のために持ってきたこれ、なにこれ。おー、これ俺。うん、あ、違うね。うん、今ちょっと採寸しようと思ってね、これにちょっと力入れたら割れちゃいました。割れちゃった。これね、なんか霧みたいなめっちゃ軽い素材なんですよ。だから簡単に割れちゃったね。で、まあ、こういうペーパーをね、またやっぱバロックみたいにこう抜けるようにします。うん、で、まあ大きさがねこのような形ですよね。はいはい、まあスパイスが3くらい入るのかな、3、4ぐらい。まあそうだよね、こんなもんだよね。でもね、うん、そんな使う、3、4だって使うかどうか。うん、まあそうだよな。510 なんか増えてんぞお前、なにこれ。グーフィーです。絶対グーフィーじゃないだろこれ、犬じゃんただの。がっつりじゃなくて小物って結構楽しくない？うん、あ、そう、うん、あ、そうですか。今回僕がここのラックの基準にしたいのがこのサイズです。違います、はい、皆さん、あれは買った掘り西を自慢したいだけです。やめろよお前。まあ、特になんだけどこれ掘り西ブラックってみんな知ってますか。これをお披露目したオフ会の時に僕の友人がですね焼肉で使ってまして。そうなの。めっちゃうまいのよこれ。本当に、うん、本当にその人友人。そっちかよお前。向こうはそう思ってるかな。そっちか、思ってるだろ、どう考えても。あ、そう？うん。え、違うの？なんか知ってる？あ、じゃねえよ。これを基準に考えます。はい。そうすると、170ですね。これで、この一体型モデルを作っていきたいと思います。おー。はい。じゃあ早速行きましょうか。行け。行けじゃないんだよ。お前送るんだよ。ちなみにね、もう次の旅先は決まってますね。急な予定変更とかお仕事とかがなければおそらく三重に旅に行くと思います。そう、ね、基本は横で行きたいのよ。うん、だから一番長いのをこう510-120だったら510-120の長方形。510-810じゃないの。あ、510です。これね、かなり、なんだろう、一番多分大きいタイプ買ってきたんじゃないかな。基本これよりちっちゃいと思うんだよね。だからこれが入ればちょうどいいんじゃないっていう。なるほど。
はい、キッチンめっちゃすっきりしました。何もなくなったね。ここにうまくフィットさせることができるといいんですが。ん？何だろう、何かが汚れてるの、これか。はい、で全部じゃないんですけどね、ある程度土台のピースがこれ出来上がりましたので組み立てしていきたいと思います。はい、じゃあベースになる部分が完成しました。こっちがペーパーホルダーで、こっちがスパイスラックですね。おそらくぴったりでしょう。うん、 OKOK。 この大きいサイズでいけるから大丈夫だと思う。ちょっとはみ出てる風に見えるけど、袋がねブカブカなだけなんで大丈夫だと思います。で、あとはここにフェンスをつけるのと、こっちはね扉をつけます。ちょっとその施工をやりますか。そしてですね、これなんか黒いね、多分バスタオルハンガーかなんかなんですよ。めっちゃでかいやつ。これを、まあ、こういう棒ってね、なんかあんまり身近に売ってなくて、この棒だけ欲しかったんだけど、まあ、今回はこれをカットして使いたいと思います。はい、カットできました。あ、いいんじゃないかな、ちょうど。これ一回取んないけだけど、ドリルで高さ合わせて穴開けて、このバーを差し込めばね、おしゃれなアイアンのスパイスラックが完成ですね。いや、ちょっと雑なんだけど、こんな感じでね、板に穴を開けました。じゃあコーキング剤をね、入れていきます。で、このバーを差し込みます。はい、一区切りこれでつきましたね。アイアンのバーが入りました。まあ、コーキングが固まるまでは緩いし、ちょっと穴の周りはねじゃないんですけども、まあ塗装すればねそんな気にならなくなると思う。でペーパーホルダーもね、まあ、ある程度このように形になりました。これ設置するの楽しみだな。そしてなんとね、ヤマメさんがご飯作ってくれました。ご飯作りました、ありがとう。うわー、うまそう。これ今僕らが激ハマり中の林飯です。このシリーズ多分林飯が一番うまい。じゃあいただきます。あ、めっちゃふっくらちょうどいいね。うん、うまいね。なんかちゃんと吸ってくれるみたいな。はい、午後の作業再開します。でね、これ持ってるさ、この前掛け DIY 用に買ったんだけどさ、この間もカメムシがめっちゃいてさ、ちょっと気持ち悪くてつけられなくなっちゃったんだよね。一回全部畑落として洗濯してから使いたい、匂うし。で、次やることなんですけど、ここにね蓋をつけます。こんな感じで、パカパカいくような感じですね。じゃあそれぞれね、細かいもの買ってきたんで順番に取り付けます。まずは僕が一番苦手な長板作業ですね。次はマグネットキャッチャーつけます。はい、できた。まあ、あとはこの走行中に落ちちゃうようならまたロックを考えた方が良さそうだけど、もう大丈夫じゃないかな。で最後にこのハンドルをねつけていきます。よし、着いた。お、できたんじゃないかこれ。はい、ということでね、形はもうこれで完全に完成しました。まあ、内装に合わせた塗装はこれからするんですけど、一応形は OK だね。まあ、ここが開いて、ペーパーの補充ができるような形にしてます。あ、悪くないね。このアイアンが結構おしゃれにできましたね。じゃあちょっとこれをね乾かしてる間に次の工程に行きたいと思います。それではね、今棚を乾かしてますので、それ乾かないとね、ちょっとこっちの他の部分っていうのがね距離感が分かんないので、一旦次のやりたいことなんですけども、はい、このキッチンの調理場ですね、旅に出てちょっと気づいたんだけど、コンセントないよね。うん、コンセントがないので炊飯とかを後ろでやってました。うん、ベッドの頭の方にはねヘアアイロンとかドライヤー用にコンセントつけたんだよね。そうそう、それを使ったんですけど、まあ、キッチンでやることはキッチンでやりたいじゃないですか、炊飯とか。なので今回はこの一角にですね、コンセント 100V と、あとは USB の充電プラグが刺さるようにしたいなと思ってます。で、まずは 100V ということで、これ僕がいつも使っているコンセントです。はい。埋め込み型のものですね。で、こいつはね、差し込み口は、まあなんだろう、埋め込むための構造をしてるんで、なんだろう、穴を開けて取り付けるというだけなんですけども、こっち側は、まあコンセントになってます。うん、で、すでに、実はこの電子レンジもね、延長してきたコンセントに刺さってるんですよ。そこをあらかじめね、二口にしときました。ので、こいつを固定して中で刺すだけで OK っていうようにしてます。で、場所なんですけど、やっぱね、こう、
天板につけるのは難しいなっていうか、埃が溜まって壊れちゃうなっていうのがあって、うん、結構ね、このコンセントって簡単に壊れるらしいんですよ、うん、そういう埃とかで、まあ、それだとちょっと困るんですよね。で、壁の中に今から入れるのも無理だし、一番いいのがやっぱここかなっていう話になりました。このあたりにコンセントがつきますよと。で、ここに挿して調理だよね。うんうん、っていうことで、まあヤマメがここで寝て頭側ではあるんだけど、まあ、調理してる間は寝ないもんね。それはわかんない。そっか、それはわかんない。ちょっとだからなるべく高くしようか。いやでも大丈夫だよ。大丈夫かな、うん、で USB を例えばこっち側につけて、うん、でまあ携帯の充電も、まあ、差しながらこのキッチンに携帯置いてもらうとか、うん、あとここにさ USB やったらさ、あの電気毛布、モバイルバッテリー使わなくてもいけるじゃん。あー、直でね、直で来させるから、うん、まあそれもいいなと思って、一応ヤマメさん側ね、この電気配線っていうのやっていこうと思います。はい、USB 用がこちらです。カバーがこうついてまして、見た目的には壁にこの薄さでつきます。まずはじゃあこいつの穴のね、大きさを確認します。66、67ぐらいがいいかな。まあ位置的には悪くないか。取れた、取れました。はい、じゃあ穴開け終わりました。そしたら配線だね。 12V に関しては配線回してこなきゃいけないので、次に配線やります。今落としてきた配線が出てきました。これをつないでいきます。それじゃあ準備ができたので、こいつらを戻して、うん、あ、すごいいいじゃん。はい、とりあえず外側だけ完成しました。いいね、この位置にやっぱ 100V と USB やると結構いいかもしれない。まあ寝る時もね、頭の高さはだいたいこのぐらいでした。枕があってもまあここかな。まあ出っ張りの具合とかはまたやっぱ使ってみないと分かんないかな。でもとりあえず寝る時に使わないんだったらさ、その調理とかで使う分には全然いいところにつけれたと思います。で、この USB の配線なんですけど、これ今日はね、まあこの僕のベッド側まではコードを持ってきておくんですけど、僕の方にもね USB 欲しいので、そっちはねまだ部品が届いていないため、僕のつけた時にコードをまあ1本化して分電盤につないでいきたいので、ちょっとまだ接続っていうところはできないですね。ただあれか、 100V はこのままコンセントさせば使えるから一回やってみようか。ちょっと今すぐ使える家電が相変わらずヘアアイロンしかないんですけど、まあまあこれがつけば問題ないでしょう。それじゃあ使ってみます。ライトがつけば OK。 お願いついて。ついたー。いやー嬉しい。あ、これでやっとキッチンで炊飯できるじゃん。嬉しい。よし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 。オッケーオッケー。しかも前回の福島旅はガスコンロ使ったんだけど、ここで電源取れればね、IH も使えますね。いや、これはすごくいいぞ。はい、それではオイル乾きました。うん。めっちゃ可愛くない？可愛い。すごい可愛い。なんか、成長したな、俺。成長したな。多分。これをじゃあ当てがってみたいと思います。はーい。うわ、緊張する。LED もうまく避けて。回避する？うん。お、ほんとだ。あ。これ取るんでね。まあまあまあね。そう。あ、いいんじゃない？おー、いいじゃん。じゃあ早速取り付けますか。OK。OK。はーい、着きました。ちょっとね、ライトの当たり具合がさ、ここちょっと距離が近いから、なんて言うんだろう、暗くなっちゃった。この辺り。手元がね。うん。まあまあ、でもまあ、でもまあまあ。じゃあ、クイックデリバリーキッチンのペーパーを入れてみたいと思います。ペーパー。これを反対向きに入れると。ちょっと出しておいて。いきますよ。はい。おー、出るやん。ほら。すごい。これは完璧ですよ。こう片手でいけるのがいいね。で、これですよ。西掘りね。西掘りして、おい、このアウトドアスパイスがね、どう入っていくのか。はい、こんな感じです。うん、なんか手前にも入りそうだね。そうだね。うん、
こう一重っていうよりは二重にできるような感じになりました。結果ね、なんか細かいもんとかも置けそう、うん、このままだと多分暴れる、うん、から一応100均のあのノンスリップマットは買ってきてあるから、うん、後で切ってここには敷くんだけど、もうちょっとこう詰めておくといいかもしれないね、うん、でもどう、もうこの一角かなり雰囲気いいんじゃない。いやもうすごいよ、うん、はい、まだまだいきますよ改造、はい、我々ねキッチンの調理器具としてですねこれを買いました。大好きなカインズブランドの、まあ、5点セットなのかな、うん、っていうものです。まあ、要は取っ手が取れてこのように重ねておけるっていうもの。はい、これはねバロッコ時代から使ってるよね。まあ、これはデリバリー用に買ったんですけど、まあ、これをね福島旅に持ってったところ、しまう場所にかなり困りました、うん、ね、なんかもうそもそもこれの幅で作ればよかったよね、この上とかを。まあ分かんなかったからね。なんかそういうのもさ、結局のところ食器までは把握できなかったな、うん、どういうのを使うかっていう。でここも幅が変わってきてしまうと、まあ圧迫感だとかこっちの上部収納とのね出っ張りが変わってくるとかで、うん、まあいろいろ難しかったので、まあ、ここから工夫していくしかないなっていうところでですね、ちょっとアイデアが出ました。はいはい、これも旅中に出たんだよねこのアイデアはね、うん、まあ、僕らは何て言うんだろう、こういう手鍋でパスタを茹でたりお湯を沸かしたりっていうのをこれ使ってたよね、うん、まあ、この大きいのは持ててないんですけど、でこれがまあフライパンなわけですよ。お肉とか焼いたりしたんですけど、まあ、このフライパンってちょっと深型っていうのかな、高さがあるやつなんですよ。でそういうフライパンがあるのはまあちょっとは知ってたけど、なんかこれで鍋じゃねみたいなね、うんうんうん、あの深いからこれいるみたいになったんだよね。そうで結局旅でこれは多分使わなかったんじゃないかな。使ってないね。ね、基本的にはこいつだけで全て賄えたんですよ。で車内で調理するのって、まあ、僕らの場合だとがっつりはないんだよね、うん、何かを茹でる沸かす焼くぐらい、なんか煮たりなんだりっていうのは同時調理とかないよね。まあないね。それは人それぞれだと思うんですけど、僕らの場合は深型のフライパンだけでいいんじゃないかっていうことになりました。そしたらまたいろいろ減るんで、もうかさばらないし重くもならないといういいことづくめでございます。ただなんですけど、あのまあもちろんですけど、これが入んないわけですよ。そもそもね、そう、これが入んないんですよ、うん、で使用頻度としては結構あるんだよね、うん、なのでここにもう壁につけちゃおうかなっていう作戦に出ます今回、はいはい、ただですねこのフライパンの場合は取っ手にねフックがかけられないんですよ。なのでちょっと今回この買ったシリーズはですね、まあ、家かバロッコで使うということで移動させます、はい、なんならもう取っ手が取れる必要がないからね。そうだね、そうなってくると、そこで今回用意したのがこちらです、まあ、新しく買いました。おしゃれじゃない、かわいいね、マーブル模様。そうそうそう、ここが木だし、なんかここがてん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 ってマーブルみたいになってるし、うん、でこれが深型ですね、つまりは。で26センチだったかな、26センチ、うん、26センチのものです。で蓋もあるのですごく便利にね調理することができると思うんで、多分僕らの車中泊旅とかだとこれ1個で賄えるなっていう結果になりました。で持ち手がねフックかけられるようになってますので、この辺りに置こうかなと。あ、ちょっと圧迫感感じるかなと思ったけど、そうでもないね。そうでもないね。そうでもないですね、うん、そしたらこんな形のフックを買ってきました。これもねブラックのアイアン風で部屋の雰囲気に合うようにしました。おー、なんか重厚感がめっちゃあるなこれ。ただこの壁の部分なんですけど、まあ、柱はね左右に入ってますけど真ん中には入ってなくて、で板が9ミリなのでまあ問題はないと思うんだけど心配なので、位置が完全に決まったらコーキングでもさらにね追い固定していきます。なんかこのすぼまったスペースをさ有効に使った方がいいと思うんだよな。まあ紙を補充するのもさ頻度はそんな多くないわけだから、別にまあ補充が必要になったらフライパンを取ればいいんじゃないかな。一回フライパンを引っ掛けてみます。うん、あ、いいじゃんいいじゃん。ただこれフライパンをね引っ掛けただけだと当然ね、あの運転中にすごいこう揺れて傷がついたり音が出たりします。なので最初にねこれ使ってたタオルハンガーですね、こいつを使ってですねこのフライパンの下側に入れると暴れるのを抑えることができるわけですよ。もちろんちょっとねあのここの距離が足らないので少し吹かす必要はあるんですけど、まあ、こうやって固定します。あ、めっちゃスマートじゃない。フライパンに対してこう真横につけるんじゃなくて角度をつけました。ちょっとこう上向きになるような形で、取り付けられるように台座を変更しております。ただ実際に走行してみないとねバタバタなっちゃうかどうかって分かんないかもしれない。じゃあ改めてこのフライパン置いてみます。つけるときはこんな感じか。おお、めっちゃしっかりしたじゃん。あ、すげえガタガタ言うけど、まあまあ落ちることはねないでしょうね。キッチン正面から見るとこのような形でセッティングされてます、まあ、こんな感じで斜めにね設置されておりますが、まあ少しね欠けちゃってるんですけど、まあしっかりと固定されております。
っぱ使用頻度が高いものはこう外にあるといいね。なんかしかもあれいいね、見えるディスプレイとしてはフライパンって結構可愛いんだね。すごくいい感じにまとまってきました。なんかもう気に入らないところ改造とかっていうよりは結構なモデルチェンジしちゃってるんじゃないかな。あとは運転してみてこのカタカタ音っていうのはすると思うので、後でクッションシート使って補強します。とりあえずね、今日やりたいところ3つ目終わりました。はい、続いてはこちらです。ベアボーンズのエジソンランタン。これどっかに引っ掛けて飾ろうって思ってたんですけど、やっぱりね、車の中だと揺れちゃうんで、どうしても傷とか音が気になっちゃいます。でもやっぱこれはね、飾りたいんで、ちょっと一工夫してから取り付けしてみたいと思います。まずこのランタンの純正で付いている大きいフックですね。まあ、これがあるからいろんなところに掛けれるんだけど、これだけ円が大きいのでやっぱ揺れちゃうんですよね。車内で使うんだったら、これをね、一回取り外しちゃいます。はい、じゃあ上のフック外してきました。そうするとこの黒いリングだけになりますね。このリングとですね、壁につける棚のベースですね、これ結構ちっちゃいやつ、これを使って、まあ、ちょっとこんな感じにね、ポーチライト風に取り付けてみたいなと思います。2つをつなげるのはもうこの黒の結束バンドだけです。多分いけると思うんだよね。はい、あっという間にポーチライト風に取り付けができました。あとはこの金具を壁につけていけば完成。どこにつけようかな。一応設置場所決まりました。もう間違いなくここだろうっていうところを見つけました。うわー、これは可愛い。ちょっと陰ってて見づらいかもしれないけど、これは可愛いぞ。ということでここに取り付けたいと思います。ちょっとキッチンにつける予定だったんだけどね、まあ、やってみるとここだなって感じでした。はい、ということでエントランスがさらに可愛くなりました。いや、これめっちゃいいな。いいところ見つけたと思う。本当にこのやっぱウェルカムボードと合ってますよね、雰囲気が。デリバンのカラーともぴったしだし、いいところ見つけた。はい、ということで最後はこの買ってきたもの開封していきます。やっぱあの旅に出るとね、必要なものってのが見えてきて、いろいろと追加で購入してきました。一つずつ開封していきます。まずはこちら、キッチンツールセットです。これセット売りしてたやつですね。タワーっていうメーカーなのかな。なんか結構ね、可愛らしいのがあったので買ってみました。まあ、要するにお玉だとかトング、フライ返しみたいな、そんなものになるんですけど、まあ、せっかくキッチンにフックをつけたので、このマルチツール引っ掛けといたらさ、見栄えも可愛いし、すぐ使えて便利だなと思って買いました。ただ普通のやつを買うとどうしてもやっぱ音がね、カチャカチャと鳴ってしまって傷がつくので、まあ、シリコン製のものに絞って買ったんですよね。はい、トング出てきました。こちら、このシリコン特有のなんだろう、弾き開くみたいなのがいいですね。掴む、痛めるってことでね。あとは置けるんですよこれ。まあこれは家でもそうだけどさ、こう先がテーブルに触れずに置けるっていうのはね、何気にいいアイデアですよね。しかもこう落としても全然どちらにも傷がつかなそうだし、このシリーズ買ってよかったですね。もう1個目でそう思う。はい、どんどん開けていきます。フライ返し的な感じなのかな。はい、こちらフライ返しです。フライ返し、これも絶対音出ないですね、割れないし。はい、続いてなんかこれもトングみたいな形をしてるんですけど、まあサラダとかの盛り付けにいいのかな。スリットが入ってるんで水が切れたりとか、こっちはなんかドレッシングとかをこうかけるにも使えるみたいな書いてありますね。はい、このシリーズ最後が、はい、お玉ですね。これはやっぱ必要だよね。冬はさ、結構車内で鍋とかするかもしれないし、まあ、ちょっと見づらいんだけどね、計量もできるようになってます。線が入ってて 15mm と 30mm を計量することができますので、ちょっと旅先で凝った料理したい時もね、はかりとして使えるのはやっぱ便利ですね。やっぱ荷物を減らした車内に置くんだったら1台で2役みたいなものを選ぶといいかもしれない。はい、今回用意したマルチツール全部で4つです。全てがね、テーブルがつかないように置いておくことができます。これじゃあちょっとかけてみようか。まあ、お玉をじゃあここにかけてみたいな。あ、いいじゃないですか。あ、それでも音するなこれまあ一応考えはあって、ここにかけて最後ゴムバンドか何かをね、フックでくっつけて、使うときはバンドを外すみたいにもしようかなと考えてます。はい、設置することができました。ちょっと木の削りカスがシリコンだからついちゃいますね。後で払います。とりあえず見た目がね、どんな感じになるのかっていうところで、統一感出ていいんじゃないでしょうか。はい、続いて買ったのがこちら、キャンピングムーンのね、シェラカップケースです。僕どうしても車内でこうキャンプ気分を味わいたくて、シェラカップをよく使うんですよ。でバロックでも見せる収納みたいな形でシェラカップをかけれるようにしてたんですけど、これがまたね、カチャ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 すごいんですよ。でも頻度としては高いし、出しときたいなみたいのもあって、そしたら今こういうシェラカップケースがねあるんですよ。でこれはまあ元々持ってたやつなんですけど、今回このケースを買ったので、ここに収納します。一応まあ収納力としても結構あって、300が3枚、150が3枚、これ50かな、入ってもまあぴったりというか、まだ余裕があるぐらいですね。でベルトがついてるんで吊る下げとくのもいいなと思いまして、最後の1個のフックはこいつにします。あ、
いいじゃんいいじゃん。ちょっとだからベルトこっち向きだったら嬉しかったな、なんか。はい、じゃあさらに、まあ、キッチン関係ということでこちらを購入しました。スノーピークのカトラリーケース、こちらは S サイズになってます。これ僕がキャンプを始めたもうだいぶ昔からね使ってたやつがあったんですけど、それは未だにキャンプ用品として使ってるんですよ。でこのデリバの中で使うってなったらやっぱ別で欲しいなと思って1個買いました。このケースにはね、この間買って紹介しましたけども、ベアボーンズのカトラリーセットとあとお箸ですね、これを収納します。 S なんだけど結構入るよね。まだまだ余裕がありますので、他にも料理用の包丁とかハサミとかを入れとくのもいいかもしれない。はい、じゃあ最後ですね、こちらユニフレームのマルチロースターでございます。もうこいつもね、言ったらもうずっと使ってるレギュラーメンバーで、まあデリバン用ということでもう1台買いました。安いんですよこれも。まあ、絵を見ていただくと分かる通り、このような形三角形になって食パンを焼いたりとか平らにしてお餅を焼いたりとかね、まあいろいろできます。なんかね、朝パン食べたい時結構あって、ご当地パンとかあるじゃないですか。まあ電子レンジを入れたんで温めるのはできるんですけど、やっぱどうしても炙りたいなみたいな時はこういうのを使います。特に食パン焼くとかこういうのがないとできないからね。はい、これで焼けます。いや、これで朝ごはん充実しますね。まあ、あとこの上部収納に何入れるかっていうのは、まだ全然決まってなくて、まあ、とりあえずこういうカゴをね、入れて、まあ、整理されてる感は出してます。これ他のもの全部外に出したからさ、たくさん入りますね、まだ。はい、じゃあある程度完成したのでね、ヤマメさんにお披露目したいと思います。後半はヤマメさん編集をがっつりしてもらってたので、ちょっといなかったんだけど、まあ、とんでもないです。ありがとうございます。ぜひちょっとご覧ください。ありがとうございます。まあ、ちょっと早速ね、ヤマメが見てないと思うけど、これ、どう？どれ？気づかないですか？後ろですね。かわいい。あ、これか。それだよ。あ、なにこれ。めっちゃかわいくない？めっちゃかわいいじゃん。ポーチライトみたいな形にしてみた。ここさ、ライトつけたいってさ、言ってたもんね。そうそうそう、元々つけたくて、今回はそいつをつけてみた。かわいい。まあ、そいつはね、ちなみに電池式なんで、ボタンを押してもらえばつきます。いいんですか？うん。おー、かわいい。これはかわいい。なにこれ、え、ちょっとやばいね。なにこのジブリ感漂う玄関は。これいいじゃん。ザ玄関だね。確かに。おしゃれな。確かになんかジブリ感あるね。ジブリ感あるよね。うん。じゃあちょっとキッチンの方行きましょうか。はい。今回のメイン。説明。失礼します。うん。わ、なんかいろいろついてる。はい、いかがでしょうか。素晴らしいです。まあ、ちょっとね、正直ごちゃったなってのはある。そう？なんかこの辺ごちゃってない？まあしょうがないんじゃない。でもこの感覚もあるしさ、うん、なんか機能的なのとおしゃれさとかデザインみたいのを、うん、もうほんといい塩梅でやったら、これ俺の中で、いやいいですね。他にもね、コップぶら下げたりお皿とかをつけたりとかしようと思ったんだけど、うん、もうこれ以上は多分ね、まあ機能的にはできるんだけど、見た目のポイントがやばい。ちょうどいいんじゃない。でもちょうどいいかな、うん、今、まあ、ちょっとカメラ越しもごちゃって見えるけど、うん、まあ、なんかでも個人的にあのフライパンのディスプレイがめっちゃおしゃれに見えるんだよ。これいいよね。これよくない？良い。こことここね、うん、2箇所で止めてるから結構しっかりしてます。うんうんうん。ただ若干カタカタ言うのよ結局は。これ、うん、あでも若干でしょ。まあ、こんなの全然じゃない。うん、まあ後で走行とかしてみて、うん、あのクッションテープとかもあるからさ。あ、なるほどね。そうそうそう、うまいことそこは工夫しようかなと。うん、うん、まあ、形は出来上がったかな。いや、いいんじゃない。いいよね。これはあのここにあったタオルハンガー。そうそうそう、あ、再利用、そのまんま使って高さだけ上げてね。素晴らしいですね。斜めにしました。いいです。はい、なんか結果もうここだけで見たらフルモデルチェンジしてるよね。いや、すごいよね。全然最初の違えじゃんみたいな。うん、でもこれやっぱ使ってみないと。あ、そう、わかんないことだもんね。ほんとそれ、それに尽きる。で、一応この状態で、うん、上の収納とかもカトラリーセット以外は何も入ってないんだよ。え、そうなの。そう、あ、ね、もう広々でしょ。ほんとだ。まあ、コップとかは後でね入れるけども、まだまだいっぱい入るって感じなんだよね。すごいいいね。うん、ただね、タオルほら入れられてないじゃん俺ら。うんうん。タオル入れ、まあ、これの延長みたいなキッチンだけどね、うん、タオル入れでもいいかなとは思ったりしてるけど、まあ、上は使いやすいから、うん、まあ、下とかをねタオル入れにしてもいいよね。この辺、うん、うん、ちょっとカゴを置いてみて。なんかいろいろ入ってる。あ、薬とか。そうそう、そこはね、薬とアルコール、うん、歯ブラシとかかなと。懐中電灯あるかな。うん、懐中電灯もある。いいじゃん。そんな感じの入れ物にしてみた。うん、もうね、使うから。あとこの電源ね。これね、うん、使うの楽しみだな。便利になりましたね。どう、これ次の旅への期待値上がるんじゃない。すごい爆上がり。爆上がり、うん、棒読みだけど。いや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 、棒読みですけどね。爆上がりだってやっぱ寝るときとかさ、うん、最後ギリギリまで携帯いじりたいのよ。そうなんだよね、ヤマメさんはね、うん、ギリまでいじりたいタイプなんで、こう充電器とかここでさせると、まあヤマメさんも
だいぶ嬉しいんじゃないかなっていうね。はい、ということで今回はね、初めての福島旅を経て気になってたポイントをいくつか改造しました。まあ結果だいぶ変わっちゃったんですけども、まあかなり改善されたんじゃないかなと思います。で、1回目の旅で感じた不満ってもちろんキッチンだけじゃないんですよ、うん、他のとこもいっぱいあるわけ。一応旅の予定は再来週予定してて、その間にできることは全部やっちゃおうかなと思って。はい、なんで今回はここだけやったけど、うん、まあ、次回は例えばこっち側とかね、あ、もしくはアウトドアキッチンも改造したいし、うん、この辺もちょっといじりたい部分があったりして、まあいろいろあるんですけど、ちょっと動画的には見やすいようにね、うん、こう分類分けして改造していこうかなと思います。あとはなんといってもテーブルだよね。もうテーブルがないことには食事が本当大変でね、うん、高いんですよやっぱり。一応部品の到着がもうすぐ、まあ、予定していた時期にはなってるんですけど、まだ届かないです。カーテンもまだ届いてないよ、うん、そこが届かないとなんかちょっとこの辺が進められないのがちょっと歯がゆいんですけど、まあちょっともう少し待ってみたいと思います。まあまだ旅もね、再来週だしね。そうだよ、その間に他の気になるとこやっちゃおうよ、うん、うん、ゆっくりやろうよ。はい、まあ旅をするたびにこう改造点が出てきちゃうかもしれないんだけど、まあまあこうやってねちまちまいじっていくのも楽しいよね。うん、うん、それでは本日の動画は以上、バイバイ。